皆さん初来日おめでとうございます。ありがとうございます。それじゃあ皆さんと今日は一緒に対談をさせていただこうと思うんですけど、いろいろ質問させてください。お願いします。よろしくお願いします。じゃあ一つ目は、韓国で流行ってるファッションやメイクなどを教えてください。지금한국에서유행하고있는메이크업은뭔가한듯안한듯한자연스러운메이크업이유행하고있고또패션은옛날에는이제스키니같이짝달라붙는바지가유행했었는데요즘에는이렇게통넓고소위말하는나팔바지그런게유행을합니다한국에서ありがとうございます。ありがとうございます。2つ目なんですけど、皆さんはどうやってそのスタイルを維持していますか？저는주로운동을해서체중관리를하는편인데요줄넘기를많이하거나뛰는거를많이해서유산소운동으로좀체중관리를하는편이에요저는필라테스나근력운동위주로라인잡는거를좋다고생각하고있습니다저도근력위주로운동을하는거를우선중요하게생각을하고어쨌든간아이돌이다보니까라인이중요하니까라인잡는운동에도많이신경을쓰고또이제체중관리에도되게신경을많이쓰는것같아요저는자주가지는못하는데주로헬스장가서운동을하려고하는편이에요저도좀땀을많이내는운동위주로유산소운동위주로체중관리에신경을쓰는편이에요ありがとうございます。ありがとうございます。はい、3つ目なんですけど、ストレス発散の時はどうやってみんな発散していますか？저같은경우에는일단그스트레스받은게뭔지하나하나적어보고그러면서일기도써가면서그렇게푸는것같아요ありがとうございます。ありがとうございます。4つ目なんですけど、日本デビュー、日本来日に向けて最近覚えた日本語などを教えてください。難しいので韓国語で話します。話します。아이타카타데스아이시테마스 ずっとエイプリル、エイプリルのそばにいてください。大好きです。いい思い出を作ってくださってありがとうございます。光栄です。ありがとうございます。ありがとうございます。일본에오면은꼭가봐야할그런곳이있나요？日本は原宿の竹下通りっていう場所があるんですけど、そこには雑貨屋さんとかこういうヘアアクセとか、と洋服とか、いろいろお店があって、あとクレープっていう食べるものがあるんですけど、そういうお店もいっぱいあって便利なところです。おすすめです。はい。本当に行きたいです。요즘일본중고등학생들에게유명한유행하는게무엇인지또중고생이이마인기나ものは今私もしているんですけど、このオルチャンメイクっていうメイクで、韓国の女の子に真似たメイクで日本でもすごい流行ってます。あとは洋服は夢かわっていうワードなんですけど、夢かわいいっていう意味で、パステルカラーとかを使ったもので、ドリーミーな女の子を演出したスタイルになってます。これからもずっと応援しています。頑張ってください。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。私たちからのプレゼントです。ありがとうございます。わあ、
速着てみたいと思います。ありがとうございます。着替えてきました。かわいいね。同じ衣装で嬉しいです。もうどうも本当本当に可愛いです。ありがとうございます。可愛いです。照れちゃいます。너무인형같은것같아요아기자기하고ありがとうございます。잘어울려요。嬉しいです。ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。